山形県上野山市北町座弁店にある東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。山形線の愛称区間に含まれている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線路は南北に走り、線路の東側と西側に1本ずつホームがある構造である。山形駅管理の無人駅で、駅舎はないが、両ホームに木造の待合所が設けられ。 内部には長椅子が設置されている。校内から両ホームを行き来することはできず、各ホームの南端付近に設けられた階段と隣接する踏切で直接出入りする。乗車駅証明書発行機が各ホーム入り口にそれぞれ設置されている。かつては、下りホームは3両分、上りホームは2両分しかなく、客車列車は通過し、機動車列車のみが停車していた。 駅構内2004年度の乗車人員は1日平均190人。この駅の北側では、線路は左右を崖で挟まれた霧通しの底のような場所を通り、当駅のホームも大半が崖に挟まれる形となっている。しかし、駅の南側はなだらかな地形となっているので、坂を降りたりするようなことはなく、駅から外部に出ることができる。 2003年に廃止された旧上野山競馬場の最寄り駅であり、災害復興対策により1958年から競馬が開催されるようになると、当駅は競馬場へ向かう人々で溢れた。また、かつては旧山形県立上野山農業高等学校の最寄り駅でもあり、同校の学生の多くが利用していた。どちらも亡くなった今日ではその面影はない。 駅の東側、上りホームの出入り口脇から細い坂道が駅裏手の丘に上がっており、この道を100メートル行くとそこが駅名の由来になった斎藤無吉記念館である。駅の北800メートルほどの場所にある近平の集落が斎藤無吉の記事であり、この記念館はそれにちなんで1968年に開設されたものである。駅前には 山形県埋蔵文化財センターがあり、その裏にニュートラック神の山が、近くには遊園地、リナワールドなどがある。北上の山駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。